山本拓7月7日は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。農林水産副大臣、衆議院政治倫理の確立及び、公職選挙法改正に関する特別委員長、衆議院懲罰委員長、衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長、福井県議会議員等を歴任した。父は、サバエ市長。 福井県議会議長、自民党福井県連幹事長を歴任した山本治。父方の祖父は山本正夫。同じく自民党衆議院議員の高市さなえは妻。福井県沙泰市生まれ。福井県立武雄高等学校、法政大学文学部卒業。協理、沙泰市の沙泰青年会議処理事長を経て、福井県議会議員選挙に出馬し、2期務める。 1990年、第39回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、福井県全県区から出馬し、当選した。1994年、荒井正慶、大田誠一、柿沢浩二、佐藤静雄米田健造と山本の6人で、自民党を離党し、保守系無所属の高市さないを加えて自由党を、決闘。羽田内閣で党首の柿沢が、 外務大臣に就任し、与党入りする。羽田内閣総辞職後、元首相の回復都市記を当主に自由改革連合を結成に参加し、同年末の新進党決闘に合流する。小選挙区比例代表並立制導入に伴い、1996年の第41回衆議院議員総選挙では、福井2区から新進党公認で出馬したが、 自民党の牧野高盛に敗れ、落選。1997年1月に、新進党を離党し、福井県知事選挙に無所属で出馬したが、現職の栗田幸男に大差で敗北した。2000年の第42回衆議院議員総選挙への出馬も見送ったが、この間に自民党に復党。 2003年の第43回衆議院議員総選挙には自民党公認で福井2区から出馬し当選。2004年当時は落選中だった高市さなえと結婚。高市が2005年の第44回衆議院議員総選挙で当選したことで夫婦共に衆議院議員となった。2006年に発足した第一次。 安倍内閣で農林水産副大臣に任命された。2008年自由民主党総裁選挙では麻生太郎に投票したが、翌2009年6月、世論調査で麻生内閣の支持率が2割を切ると麻生の自由民主党総裁としての任期が切れる9月の総裁選を第45回衆議院議員総選挙前に前倒しして実施するよう求める署名運動を 自民党内で開始。6月22日、108人の賛同者がいると発表したが、賛同者の名前は明かさなかった。108人という数字について、党内には審議を疑う声もあったが、山本は、阿そ首相が、やけくそ解散の準備を始めるなら、前倒しに必要な署名を確保して総裁選を実現すると発言していた。 山本の所属する町村派では、同派相談役の森尾郎が、一旦辞めたのを私が、身元引き受け人のようになって入れたのに、また騒動を起こしている。恥ずかしいので、派閥から排除してほしいと述べ、山本の派閥除名を要求した。その後、党執行部の巻き返しにより、総裁選の前倒しの動きは頓挫する。第45回衆議院議員総選挙では、福井2区で、 民主党の糸川正明を破り、5戦。2010年11月、翌2011年の第17回統一地方選挙で実施される、福井県知事選挙に出馬する意向が報じられたが、最終的に出馬を見送り、自民党は現職の西川一世を支援した。同年に松村派を退会し、以後は無派閥で活動する。2012年12月の、 第46回衆議院議員総選挙では、福井2区で民主党の糸河原を破り、6選。選挙後、衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長に就任した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、冷蔵語源による福井県選挙区の見直しにより、比例北陸新越ブロックに転出することとなった。 投開票の結果、7回目の当選。また、町村派大会以来無派閥で通していたが、この選挙の直前に2回派に入会した。2017年7月19日、妻で同僚の高市さない議員と政治スタンスの違いから離婚を発表。同年10月の第48回衆議院議員総選挙では、比例北陸新越ブロックの自民党単独候補1位として、 出馬し、8選。2021年自由民主党総裁選挙では、早々に元妻である高市の支持を公表した。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙では、福井2区からの出馬に意欲を示していたが断念し、比例北陸新越ブロックの単独21位に、搭載されたが時点で落選した。2021年12月、 前妻の高市さなえとの再婚を発表した。ありがとうございます。